お、まんまと。こっからぬるっときたもんな、さっき。お屋敷のこの有様、何があったのでございますか。何があったんだ。わらわには何も、ただいつの頃からか夜になると歌が聞こえるようになり、うんうん、屋敷には病が流行りだし、病にかかった者どもが夜な夜な屋敷の中を、そして歌が聞こえると殺されてしまう、連れて行かれてしまう。そんなバカな。え、貴様ら、一体何が？あ、ぬるっと言ってる。なんこれ。蚕の木その2、蚕の育つ様子を記した書、より地下の末っ子万寿丸が書いたものです。6月27日、毛がなくなり蚕の実がつるりとしてきた。体の色は少し透き通っておって綺麗だ。幾匹かあまり動かず元気のないものがいる。少し気がかりだ。6月28日、三両丸に聞くと、動かぬものは眠っておるだけなので心配はいらぬらしい。蚕も眠るのだ。7月4日、朝見ると蚕が大きくなっていた。古い皮を脱ぎ捨てると大きくなるのだという。脱皮するんだ。ほんの数日だというのに倍ほどの大きさだ。人よりもずっと早い。いろいろと教えてもらってばかりいるので、三両丸に何か礼をやらねばならぬ。何がいいだろうか。7月5日、三両丸に字を教えることになった。父上からいただいた飾り小立ちをやろうとしたが、いらぬという欲のないやつだ。蚕の中にも葉をあまり食わぬものがいる。それと同じことだろうか。7月10日、幾度か皮を脱いで蚕は随分と大きくなった。蚕に同じものはいない。首をもたげ何かを考えるようにじっと動かぬものもいれば、せわしなく這い回っているものもいる。死んでしまうものもいる。7月18日、蚕が無心に桑の葉を食らっている。皮がはち切れてしまうのではないかと心配になるほど丸々と太ってきた。じきに眉になる。そう三両丸が言った。順調順調。あれ、回復はしてる？回復はしてます。ここに引っ張られてたんだよな。回復薬と、あ、釘がある。回復薬と釘はあるけど、釘はこれで3本揃ったけど、板がね、木の板がもう1枚足りないな。木の板どこだ。釘はあった。ここに釘はあった。木の板が、あれ？どっか行っ行ってないとかもないくらいでしょ。釣り殿かな。近いし行ってみるか。このまま南に下れば釣り殿行けるよ。ちょっとお酒いただこう。よーし、行くぜ。木の板か。木の板どこにあるかな。あと1個見つければ多分謎解きに使えると思うんで、どっかにあるんかな。もう釣り殿が怪しいかな。釣り殿がで、ちょっとこの辺もね、もう
走らんとこ。本当は走っていいかもしんないんだけど。あ、誰かが通ったのだろうか。調度品がどかされて気をつければ通れそうだ。釣り殿行くしかねえか。でもここでやられたらまた随分と戻されるよね。本当だ、どかされてる。ここでやられるわけにはいかねえ。ここでやられるわけにはいかねえんだ。ん？何者かがいる。あ、これ取れないか。なんかいるな。あ、ちょお前危ない。逃げてきちゃった。どうしようどうしよう。よし、画面外攻撃。いけるいける。よしよし、一体はやった一体はやった。でもすごいタフよ。この位置ずるいよな。気づかれないように。あ、バレたわ。おい、離せ。よし、おい、離せや。おい、離せ。いい。おい、離せ。ちょっとすごい激しい。いいよ。火の玉よりこっちの方が攻撃力ある気がするな。やべ、結構食らってた。ただ火の玉より全然いい。火の玉だって10発多分使ったもんな。これは？うわ、10発補充。使った分補充。それが今倒したやつか。あれ？これは？セーブアイテムです。まだ足音聞こえる。どこにいる。結構アイテムあるな。結構ある、結構ある、結構ある、結構ある。あ、ここ通れない、ここ通れない。ちょっと結構するけど、これは回復薬だ。あれ、なんかもう一個くらい。ああ、向こうで光ってんだね。降りた先か。この辺の拾えるやつはもう拾ったんで、じゃあ下行くか。回復はしてる。セーブか。うわ、ここセーブしとくか一回ね。多分大丈夫だよね、セーブしてね。9回セーブできるよ。いっとこうぜ、ここで一回。ここにセーブ。
よーし。さあ、しかし何やら足音が聞こえてきた気がする。よく見て、暗いよ暗いよ。地形としては、なるほど、右側が広い。なんかいんのか。いや、でも敵影はない。敵影はないね。そう、これセーブをしなくては。ん、あ、こっち来たか。あ、いやいや、一匹釣りたいな。今二匹いたから一匹釣りたい。おい、話せよ。ひるまないな。他のやつと違ってのけぞらない。食らってても前のめり、前かがみ。これ女の柔肌に触れたことがちょっと(笑)まあいいや。え、2体いなかった、ここ。2人いた気がするけど。これ北東七星なんとか。これ多分もう謎解いてるんでいいや。え、これは毛量を絹糸で包み風に変える。これでかいな、これでかいな。毛量を絹糸で包み、この樹布に、色布に変える。自分の色紙とできるこの呪霊操術、使っていくしかないな。あれ、でも木の板別にここで取んなかったよな。木の板を取らなかったよね。取ってない、取ってないね。どっかにあんのかな、木の板。どっかにある？どこにある？あるとしたら調べてないところ、全然全然思いつかないというか、逆に調べてないところいっぱいあったのかな、ありすぎたのかな。足音する。うわ、節穴だ、目が目が節穴だ。最初に倒したやつが生き返ってるってことは多分弱ってるはずだな。おい、ちょっとすっごい、やもう積極的。でも負ける気はしない。うん、やっぱ弱ってるんだ。これどうしよっかな。いや、いらねえ、こいつは。こいつを俺の式神にしようと思ったが、大胆なセクハラを働いたやつを式神にしてポッケに入れとくの嫌だからなセクハラの加害者を式神にしてポケットに忍ばせておくの嫌だな。で、どこ、マジでどこかな。木の板だってこっち釣り電はなかったもんね。釣り電なかったから、姫様の部屋か北の杖にはないでしょ。北の杖にはない。あっちは
鈴取りに行ったんだから、このつづらの部屋、狛犬、そしてこの鎧の部屋も、なんか結構結構ありそうだな。うわ、どこだ。結構ありそう。姫様の部屋もう一回見てみるか。あれ、そんな調べ方甘かったかな。だって木のメダルでしょ。木のメダルあったら多分もうピカピカ光ってると思うから見逃すはずないんだけどな。こっちはさすがになくない？こっちは。ここあるかい？さすがにないな、さすがに。めぼしいものは一通り拾ってますからね。ただ変な隠し方するからね、このゲームは。で、画面の暗さもあって、相当見づらくなっている部分もあります。なので、本当に見逃しはあるかもしれない。怖いな、なんか息遣いみたいな聞こえない？ここ、息遣い、なんか変な音聞こえるような気がする。ここは、うん、ここは何でもないか。あるとしたらあれかな、お父さんがいた部屋か、あと帳のあたりか、この鎧か泉天かちょっと候補が多すぎる候補が多すぎるな。よし、こっち行こう調べてない候補が多すぎたわ。ごめん、ちょっと調べてない候補多すぎたね。じゃあこっちか。ここらには念のため祠を一度、ここ祠あったもんね。あ、これじゃない？普通にこれだおお、これじゃん。よかった、余計なことしなくて。祠は、そっかそっか。じゃあもうこのまま進めるね。進んでいいね。桑の木、いや、もうなんなら一番下の泉まで行ってセーブしよっか。そこまで行ってセーブするのが一番コスパがいい。ただここでやられてしまうと、さっきの釣り殿の方をまで戻されてしまうので、ここは細心の注意を払って一歩一歩慎重に踏み出すしかないか。ここの死体も動くやもしれん。動かない、危険危険危険すぎる。しかし大丈夫だ、この忍び足冴えています。お酒もいただく、こういう間に右手でお酒飲みながら左手で動かせるからね、この子を。ここでセーブをするべきか。いや、ここでセーブは。もうこの桑の木にさ、もともと釘が打たれてたんでしょ。ここに釘使っちゃダメなの？あー、ダメなんだ。ここで使うもんじゃないよって。出
スも。いやーやばい、絶対なんか来るわ、絶対なんか来るわ。進んでる感じあるもん。いる？いない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 わ。何もいないわ。ここも何もいない。いない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 、何もいないね。よし、じゃあ薬師堂祠リドルのとこ行こう。ん？薬師堂祠リドルの前に、薬師堂祠リドルの前にこっちの部屋行けるんじゃない？こっちもさ、2の封印がかかってるところあったから、ごめん、ちょっとこっち行っていいかな。2の封印がかかった部屋があったんすよ、こっちに。うわ、これいける、ここいける。何ここ、敵はいない。じゃあアイテム部屋かな。あ、アイテムが祠封印解消。あー、じゃあこっち先だったか。白い前は虫に食われる八つ足の罠は灰色のヌストの餌食。汚れたものは毒ガニかかる。血を這う者は空には勝てぬ。黒き翼は噛み砕かれるが宿命。毛皮は幼き者に剥ぎ取られる。子は男なり女に食われる。女が最強。わしはここで死ぬ。されどガキごときにわしの肉を食われてなるものか。え、アイテムこれだけ？え、土ウエトがすごいな。土ウエトが、待って、これ机の上に結構あるかもしれない。なんもないか。光らないアイテムもあんのかな。光らないアイテムがもしかしたらあんのかもしれない。さてと、気づかれないように。危険よ。土上とどうしよう。ほんとさっきのなんかボス戦みたいなのでね、試せばよかったんでしょうけど、土上とをね。こっちが薬師堂祠リドルの場所でございますけども、薬師堂祠リドルやってからかな、やってからセーブしよっか。まずここに刺します。で、これここに刺します。じゃあここに刺して、あ、これでええんか。謎がわかんねえ。これ謎が謎じゃないもんな。まあ、開いたからいっか、これで。よし、じゃあ、このタイミングでセーブ。このタイミングで、セーブはこれベストアンサーなんではないでしょうか。そうですよね。このタイミングで、セーブをするのはきっとベストアンサー。え？ここでセーブするとなんか変な、特別演出入ってる。今お姉ちゃんの顔になってた。ふぅ、気のせいか。気のせいか。特別演出入ったね、ここね。あ、そうなんだ。じゃあセーブする場所によってなんか特別演出が入ったりとかあんのかもな。じゃあ行きましょうか。コタクは結構はしごを使いますか。使う。祠地下。これはひばり。
ひばりだけか。それだけ？他には何もなしか。うわ、すごいよ。真っ暗だよ。何ここ、真っ暗だよ。何？何この白いの。縄を使えば上に行けそうだ。使う。薬師堂来た。入りました。何者だ。これは薬師堂の地図。ありがとう、ここに置いててくれるのはありがたいわ。かわいそうに挟まったまま死んだのか。まずは地図を見て。正面玄関はね、もう完全に閉じられてるんで。うわ、どうしような、怖いな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 。稲川淳二みたいになった。あ、なに、ドクドクなってる。あ、やめて、ちょっと戻ろう。ちょっと食らってるから、今のでもダメージとかじゃないんだよ多分ね、この疲労というか。この通路にはいないんかい。この通路には何もいないわ。何もいなかった。薬師堂南。地位は経文部屋、度胸の間。行ってみよう。度胸の間、ここで度胸を読んでるって。おい、すごいすごい。え、来るでない。そなたも眉に取り込まれてしまう。おじい、しかしわしはもう存分に生きた。それよりも病人に気をつけるのじゃ。こやつらはもはや他の者と交わらねば生きてゆけぬ。おじい、眉を作り。うわあ、落とす気だ。あ、落とした。ああ、そんな首があらぬ方向にねじ曲げられている。これは如来の薬壺。質素だが美しい装飾がされた薬壺。薬師如来の加護を授かったもの。なんだこれ。おじい、かわいそうに、あんなに熱心に。これ何？もういっか。おじい、ありがとう。おじい、いろいろ教わった。おじい、ありがとう。これ、キーアイテムかな？なんだこれ。調べるとかないもんね。薬師如来の加護を授かったもん。へぇ。どっかで使うんですかね。ちなみに、あ、大丈夫、僕の方は何も食らってないんで大丈夫だわ。よかった。おじいだけです。ダメージを受けたのはおじいだけ。おじいが全て身代わりとなってくれた。生贄おじいでした。ありがとな。こちらは、いや怖い、先が見えないの怖い。ここは三の封印。入ってみようか。危険はないか。なんかあるよ。風紀忌憚。鬼退治の様子を記した古い巻物。昔々、地の底より鬼が来たことがあった。その鬼、姿は人にも似るが、
身の丈は10尺にも及び、10尺だから3メートルっすね。腕は女の腰ほども太さがあった。鬼は不死の身を持ち、刃にて切りつけようと、火にて身を焦がそうと滅することはできなかった。そこに一人の男が現れた。痩せ細りボロをまとった男だった。困っている人々へ向けて男は言った。私があの鬼を退けてみせましょうと。あまりにみすぼらしい男の姿を見て、人々はとりあえず口々にバカなことはやめるようにと言った。人々が止めるのを聞かず、男は少し微笑み、鬼の元へゆるりと近づくと、懐から取り出した一本の釘を投げつけた。さして力を込めたとも思えぬのに、ひょうと釘は凄まじい速さで飛ぶと、鬼の身に深々と刺さり、石壁に縫い付けた。石壁に縫い付けられた鬼は、7日7晩苦しんだ後、干からびて死んだ。驚く人々に男は、釘は魔を封じる力を持つのだと伝えた。そして再び鬼が現れた時のためにと、人々に3本の釘を託して去った。人々はそのありがたい釘を薬師堂の祠に奉じて、以後大切にするようにしたという。へえ、そうなんだ。へえへえ、そのなんかみすぼらしい男が持ってきた釘を3本大事にしてたけど、さっきあの薬師堂祠リドルを解くときにね、木の板を3枚打ちつけるのに使いました、それ。ありがたい釘を、まあ、しょうがない、しょうがないね。謎解くためですから、こっちも仕事よ。お、なんか随分押してんな。え、なんて読むの。誰かの手記ですね。数日前より地の下から妙な音が聞こえるようになった。最初は空耳かとも思ったのだが、夜になりどこに着くとはっきりと聞こえる。ゴーッといううなり声ともうめき声ともつかぬ奇怪な音。かつて地の底より這い出したものがおり、この堂は底より来るものを封ずるために建てられた。まあ、かつて地の底より来た、まあ、鬼が来たってさっき昔話もありましたけども、あるいはそのものがこの堂の下にて目覚め吠えておるのやもしれん。幾年も封じられていたためであろうか、何とも悲しげな叫びであることよ。まるで奈落より響いてくるかのようだ。怖いこと言うね。他には何も落ちてない。壁に文字がびっしり。なんかありそう、なんかありそう。何これ。氷飴の冷凍。つまりは、長きにわたって使ってきた私のこの愛刀、これ切り替える時が来たね。威力高くないやつから大きな威力を持つものに。これが意味することは戦闘が楽になるということではなく、これから強力な敵が出てくるということ、それを意味してますね。なるほど、馴染む。何、誰か今歩いていった。その格子の向こう、何者。今人がここを通ったように見えたが、こうやる。歌が聞こえる。出現してすぐ殴られたからな。行ける場所は、あ、この廊下の突き当たりを上の部屋にも行けるし、下の階段にも降りられますね。しかし敵が出てくるようになったぞ。え、何？え？おいおい、すごい、すぐ抱きつくじゃん。しかしこの新武器を携えた、あ、強い。5発くらいでいける。
まだ足音聞こえる。あ、気のせいか、ごめん、気のせい。薬師堂来た。足音が聞こえるな、なんか。お、なんかあるよ。あー、これセーブのアイテム、ありがとう。なに？よよよよ、病人たちの間をこうかいくぐって、今何かが通ったようですが、ん、式府傀儡女、主に付き従い毛量を打つ。やっぱり式府よ。え、今誰が通ったんだ、怖いわ。なんか誰かがこの病人たちの間をぬるぬるぬるっとアイシールド21みたいに走り抜けてったね。え、なに、おい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 、え、なになに、お姉やんね、お姉やん、お姉やん、まさか。あ、一回、どっから来る敵。ああ、ただのマガ風か。本堂の方に行ったよな、こっちは。本堂の方に行ったということは本堂の方が危険だということ。お、これは飛びツバメ、強力な火の玉です。これは書物ですね。ああ、なんかの手記、その2。屋敷の奥方が多くの病人を連れていらっしゃった。病人は放っておくと何をするかわからないので、薬師堂に閉じ込めておいてはくれぬかということだった。聞けば奥方自身も病人となってしまったのだという。しかし病人となり果てても人の心を忘れぬとは、身を殺して仁をなす、まこと素晴らしい徳の持ち主であることよ。これは、何これ、薬師如来縁起石板。何これ、人を病より救う雷、その顔には慈愛を、その左手には薬壺を持つ。左手に薬壺、さっきおじいの薬壺が。このすずらはちなみに何もないんか、何もないなんてことあるんだ、こんな大きいのに。何も入ってないなんてことあるんだね。随分ここアイテムいっぱいありますけど、セーブです。セーブいっとくかセーブいっとくかいっとくしかねえな、セーブ。ここだよね、ここセーブだね。セーブいっときました。歌が聞こえる、なんなの、歌が聞こえるよ。声が近い。なんもないもんな。え、じゃあお姉を追いかけようか。お姉、お姉、ブー、子供はここ来ちゃダメやて。何しろ話しかけられない、話しかけられないし、仕掛けられないし戻れないんだ。すごい体感をしてますこの人たち、もうびくともじません。
何アメフトやってた、この体感。ちなみにこの先ってでもこの先って本堂しかないね。本堂の方行ったんよな。あ、扉が開いてる。怖い、泣きたいわ、もう怖いわ。ここにお姉入ってたんか。お姉、お姉おる。すっごい蜘蛛の巣、すっごい。眉の糸だろうか。一体何が。アイテムはないのだろうか。何何、ドクドクしてんだけど。ドクドクしてるよ。古い仏像が鎮座している。こいつに、これ違うか。石板、石板ってそういえばどこ行った。石板、あ、どっか行った。あれ貴重品か、石板は。あれ今一瞬ドクドク鳴ってたのに、ドクドク鳴らなくなったね。これにか、これに使うんか。薬壺、おじいの形見。何？こんなところに地下通路が。行くしかあるまい。本堂地下です。今体力満タンです。何が来てもやれる。ん？なんかこれもらえそうっす。4の布か、4の地布か。おい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 、後ろ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 、志村後ろ。こっちにお姉が今行ったよ。ドク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 。おねえ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 、ちょっとこれは。陰陽師らしきものの亡骸がある。アイテム散らばってますわ。解雇の木その3。へえ、血がこびりついてますけど。7月21日神社の桑の木まで葉を取りに出かけたら神主殿に会った。神主殿は解雇を見て、これは普通の解雇だと言われた。神社で飼っている解雇は蚕蛾にならぬという。そのようなことがあるのだろうか。成虫にならないなんてことがあるのでしょうかね。7月24日、今日も神社まで桑の葉を取りに行った。神主殿はいなかったが三両丸が双子を見たと言った。私には見えなかったが三両丸は嘘はつかぬ。誰か屋敷の者の子供だろうか。神社から見ると蚕は糸を紡ぎ始めていた。取っては来たが、もう桑の葉はいらぬかもしれぬ。まあそっか、眉作っちゃうとね、食べないか。7月25日、昨日糸を吐き始めた蚕が眉になっていた。あとは待つより他ないと三両丸が言った。眉は綺麗だ、光の影によっては銀糸のごとく光る。7月27日、眉からなかなか生まれてこぬ。生きておるのか心配になって眉を振るとコロコロと音がした。三両丸は直に出てくると言って笑った。7月30日、ようやく蚕蛾が出てきた。出てきたのはいいのだが、しばらく見ていたら箱の中に閉じ込めておくのが何やら不憫に思えてきた。そこで外に出そうとしたが三両丸に止められた。蚕蛾は外に出したら生きてはいけぬのだそうだ。8月5日、卵を産み落とすと
次々と死んでいき一匹もいなくなった。飛ぶことができぬのならば一体何のための羽なのか、いろいろ考えさせられる。回復薬。お姉は六の風。戻るしかないんですか。戻るしかないの。だってもう何もないもんな。何もアイテムもない。死体しかない。あ、何、画面の上なんか。一応やっとくか。刀の錆にしてくれるわ。何こいつ。おお、いた。こいつ、なんの、何これ、何こいつ。ほとんど攻撃してこねえし。え、これ式神にできるかな。これ式神にできるかな。どうだろう。式神できるかな。ちょっとやってみるか。ちょっとやってみるか。何ここ、帝愛グループの地下帝国。ペリカのとこ、ここ。あるよね。弱り切った毛量を風に変えるんだよね。弱り切ってるかというとちょっと微妙か。あんま弱ってると言わないよな、この状況。いやー、やってみる価値はあるか。いやでもこれさ、セーブしてるから失敗したらロードし直してやり直す。ずるい考え方ですがね。はっ、失敗かよ、失敗かよ。貴重なんだぜこれは。貴重なアイテムなんだぜ。貴重なアイテムなんだぜこれ。失敗かよ。こいつは風にならないの？なんで？わかんねえ。弱り切ったというか、そっか、だから多分あの、もやもや、オーラが出てるやつじゃないとダメなんだ。たまに生き返る個体がいるのはそういうやつだもんね。もやもやが出てる個体。死んでももやもやが出てるやつしかダメなんだ、多分。戻ってきました。でどこ行きゃいいの。お姉もいなかったけど。お姉もいなかったよ。あれ、え、何、どこ、誰もいない。気のせいか。おお、何やつ。あ、すごいめまいが。貧血気味だね。あ、倒れちゃったよ。おいおい、眩しい。逃げないと。
え、眉の道。さっきのお姉やんだよね、お姉やん。え？お、すごいめまい、貧血気味です。そうだ、そこまで歩け。セーブポイントだ、そこ。そこがセーブポイント。くそ、グラグラだ。ここはどこで、このつづらに隠れていた。隠れた？気を失ってる間に、あ、入れられた。つづらの中に入れられた。頭がぼんやりしてよく思い出せないけど、なんだこれ。一体何が起きたというんだ。しかし、うー、気持ち悪い。ダメージは食らってないから、殴られたり蹴られたりはしてないみたいですね。一旦セーブか。一旦これはセーブしていいと思うんだけどな。いいよね、ここはセーブしていいよね。セーブ完了です。眉の道、ここは一体。地図は持っていませんから。すごい視界が悪いというか、寝起きだからか。あ、ちょっと近いよ。ああ、びっくりした。そこにいる。結構いない。2体と相手すんのはちょっとやばいな。こっちこっち、お前だけ引きつけたかったけど、こっち来て、こっち来て、こっち来て。気づいた？あ、戻ってきた。黄色いの戻ってきた。黄色いの硬いからな。いよいよ、こっち来て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 。よし、一体ずつ相手します。おい、お前、よーし。おい、お、もうすごい。よし、やったやった。アイテム何も落とさないよ。こいつやるか。へい、早い早い。うわ、すごい、ダッシュハグだ。でもこいつ後ろにさ、のけぞらないから、切った後接近し直す必要がなくてやりやすい。正直やりやすい。お前はしかも結構いいアイテム落とすしな。こっちもうろうろしてたもんな。なんかあるんか。いや、ひどい。何も見えない。アイテムか。えー、何これ。式符、霊中、血の匂いで森を引き寄せる機械なる霊中を呼び出す。回復、セーブ。
まあ、この時点で一回セーブしてもいいくらいだと思うけどな。強敵2体倒したんだから、セーブしてもいいよねっていうのは、ちょっとありますけど。なんか調子いいな。調子がいいな。調子がいい。このままなんか駆け抜けられそうな気がしてきた。色譜もだいぶ消してるんで。使えますね、バンバン。亡骸に刺されていた鎌を引き抜いた。武器としては使えそうにない。鎌あれ、正解のルートが分かんない。だって地図がないのだから。手前か、もしかして。うわ、こっち道あったんかーい。で、ここで鎌で切り裂くってこと。他にキーアイテム、あのね、わかる、これアイテム、キーアイテム欄がね、こう、あの2つで終わりなのよ、ここでこのなんか、だから多分キーアイテムあと2個ゲットしたらね、このゲーム終わりなんだよ道を塞いでいたキートを切り払った。これさ、もう一回セーブマジでいいと思うんだよね、本当に。いや、ちょっと進んで戻ってきてもう一回セーブしよう。なんかキーアイテムがあればそれを取って戻ってくればいいじゃんなんかこの先を読む力だったな。大丈夫だ、雲とひばりで何とでもなる。しかしこの視界が揺らめいているの相当やりづらい。え、誰これ、パパンじゃない。パパン何してんの。セーブしてた方がよかったかな。父様、何をなさっているのですか。何してんの。眉に入ったものを眺めておるのよ。暇してんな。この者たちが新たな命と交わり合わねば生きていけぬ。死ぬまで眉を作り続けねばならぬのですね。そう、姉様。姉様、どう眉に入れば治るだろう。救いたくば食われてやるがいい。そんな、お前が殺したのだろう。次はお前が死ぬる番だ。眉が途中で割れるとうまく交われんか。こうならぬよう、つづらに入ることだな。わかりました。はあ、それでつづらの方が理にかなってるのか。割れにくいから。歌も聞こえていたが、こっちにパパンが行ったね。いや、これ視界が悪いからもうやばいのよ、進みづらくて。岩の隙間から向こうを覗いてみた。何？おねえ。誰か殺された？つづらがいっぱい。歌も怖い。フロムさん、フロムさん、ちょっと手抜いたね。
手抜いたわけじゃないと思うけど。おい、お姉やん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 や。お姉やん、お姉やん、ここ左な、ここ左。お姉やん、ここ左ね。これセーブしたいな、セーブしたい。これマジで、ワンミスしたら、あの、2体倒すとこからやるの結構辛くない?辛くない?あの、2人結構辛くなかった。病人と、病人陰陽師。あの2体結構きつかったからな。1回セーブしよっか。1回セーブしよう。これ1回セーブでいいと思う、本当に。こいつら倒すのきつかったからな。しかもこの視界の悪さ、本当にね、やられるときあっという間にやられそうなんだよね情けないけど、情けないけど、やられるとき一瞬でやられそうまどうしよっかな。ここ、それ上書きでいいと思うな。ここは上書きでいいと思う。このグラグラ状態きつくない？視界グラグラ状態マジきついんだけど。ゲーム酔いする人気をつけて。目つぶってて行ける。でも行ける。でもお姉やんを追いかければいいだけだと思うからな。ねやん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 。で、捨て雲27、超心強い。こっち行ったよね。ねやん、こっち。捨て雲。敵じゃないね。あー、捨て雲がすごい死体だ。おい、双子双子双子、どこにでもいるね君ら。姉様を探しているのだけれど。あ、マジ?親切なやつら、ありがとう。あ、そっちか。なんだ、場所がわかるのか。あ、まだいる。なんそれ、なんそれ、なんそれ、なんそれ。わお。あ、さっきそこから誰かを突き落としてたよね。え、お姉やん、これ。違う、お姉やんが突き落としたんだよね。じゃあ誰これ。やっぱこれお姉やんか。お姉やんが落ちちゃったんだ。あの日も姉様をつづらに入れておったな。眉のうちの人は何を考えておるのでしょうか。共に交わり合う長き長き共に交わり合う長き
散歩を取り、蚕の社。ここは、ここは、なんだこれ、全然意味がわかんない。地位がすごい、地位がすごい、地位がすごい、マップがない、地位がすごい、マップがない。つづら、血で汚れた布が入っている。蜂の樹布、蜂の血布。散歩鳥居は一応見とくか。散歩鳥居、あれ見れない、見れない画面切り替わるときが難しいな。鳥が立つ泉には滝の水が流れ込んでいる。地位すごいね、地位すごい。なんで、何、どこ、夢を見てた。じゃあどっからどこまでが夢。縄ばしご、縄ばしごも使いますか。はい、使う。蚕の社、裏庭。ステグモ。オッケー。ああ、そっか、これ使っちゃうとステグモが消えちゃうし、多分これ使ってる時にさ、こいつ明るく光ってるな。ってことはこれ多分生きてるんだ、まだ。なんでもないか、こっちは。あ、アイテム落としてる。セーブのアイテムですね。嬉しいね、セーブしろってことだよね。首の下、地蔵が並んでいる。うつきのやつがはしゃいで壊したのだ。そのせいで私が、父様に叱られたうつき、なんて憎らしい子。どういうことお姉ちゃんの、お姉ちゃんの感想。小さい頃、遊び半分に壊してしまったものだ。姉様が慌てて止めてくれたおかげで、橋の一つだけはなんとか頭が残っている。なんか今、ちょっと、取り付いてなかった。姉やんが取り付いてなかった。ちょっと。おーおーおーおお、どうなってんだ、どうなってんだ。どうなってんだ、これ。セーブして、セーブして。いや、怖。なんかおかしくなってきたね。おかしくなってきた。今、ジュンってなった。ジュンって。ジュワン。ジュン、ジュワンってなった。画面が。進めるぜ。こっちだ。上にいるな。納屋に上がる石段がある。ジャンプ移動、段差のある場所でもジャンプで上り下りできる場合がある。ジャンプ移動したいときは段差の近くで丸を押してください。あいつは格闘でやれそうだ。となればこっち外してさ、よっよっ、おいおい、すごい。おいおい、すごい、やる。よし。よっ
よっ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 おいすごい。でこうやって回復する時に光ってるってことはこいつね生きてると思うんだよ。生きてると思うの生きてると思うので、死にかけてるやつはできる。完全に生き絶えたわけじゃないと思うからね、これいけると思うんだよね。よいしょ、いけたわ。封印した封印した封印した。あ、病人4枚になった。病人44 分割取り込まれたんかね。なんか一瞬一瞬お姉やんがチラッと。8いけるか。抜刀はしてる、抜刀してるね。いくよ、すっすごい腹筋つらそうな姿勢にいますけど、もみじ紅葉模様の日記。子供の頃クレハが記した日記、クレハ紅葉の模様があしらわれた。はいはいはい、読んでみようか。9月3日最近よく父様がもらってきたスゴロクをする。うつきがとても楽しそうなのでついつい夜更けまで遊んでしまう。うつきは負けてもちっとも悔しがらない。姉様はすごいねと嬉しそうに言うばかりで早く次の勝負をするようにせがんでくる。本当におかしな子。9月5日、うつきが必死になって部屋を引っかき回しているので訳を尋ねるとスゴロクの駒をなくしてしまったのだという。よほど悲しいのがずっと泣いているので明日一緒に探してあげることにした。9月6日、一緒に駒を探したのだけれど見つからない。うつきが騒いでいると父様が諦めるようにと諭された。それを聞いてうつきはふてて寝てしまった。うつきが寝てしまった後父様が急に私の髪の毛が一房必要だとおっしゃった。訳を尋ねると駒の行方を探すためのまじないに使うのだという。父様もやはりうつきが可愛いのだ。9月9日、うつきはお社の神様に駒が見つかるようにとお願いをしているようだ。駒は一体どこに行ってしまったのだろうか。誰かが外へ持ち出すわけでもないのでこの部屋の中にはありそう。この部屋の中にありそう。探してみるか。その前に病人が邪魔だな。となれば病人、貴様に恨みはねえが撃つしかなし。いや、相手にしなきゃいいか。式符不動爆、金色の法陣を生み出して毛量の動きを封ずる式符。これはね説明書に載ってんだよね、なんでかこの式符は初めて見るけど、なんでかこの式符はね説明書に載ってたんだよね。ひばりと捨て雲とこの不動爆だけ載ってんのよ、説明書に。説明書なのに全然説明がちょっと足りないのよ。これ3枚しか載ってないから、ひばりと捨て雲と不動爆しか載ってないから説明書にはちょ説明不十分な説明書なんでねそうこれやればなんか敵の足止めができますって書いてるちょっと読んどくか、せっかくだから。その毛量の動きを封じる式符。法陣の中に入った毛量は一定時間その中から出ることができない。毛量を倒すことはできないが足止めとして便利ですよって書いてる足止めとして便利ね。じゃこれで足止めしてる間に探すというのも無駄にも吊るされた。あ、真ん中にも人が、なんかその辺にも、相手もあるよね。この吊るされたやつの
その棚の下かな。どうやって取ればいいんだろう。新しい家か。生きてんのかよお前。わしは繭を作るために生かされておる。かわいそうに。お主も餌を持っておるのか。お主も餌を持っておるのか。餌？なんかあったかい。餌なんてのはなんかあったかい。いやそんなものはないな。窓に持たれるように生きたいと泣きがら、その表情は読み取ることができない。こっち側から取るってことか。駒だったスゴロクの駒。スゴロクについて、スゴロクの駒とスゴロク版、用の書で、スゴロク版は用の書で入手を手に入れるとミニゲームが遊べるようになります。スゴロクの駒を入手後、陰の章のセーブデータとスゴロク版入手後の陽の章のセーブデータを両方とも作った状態でタイトルからスゴロクを選んでください。だって、まあ、ちょっとしたお遊び要素ですね。これだけか。まあ、よかったよかった。ええスゴロクの駒、まさかこれにワンカウントされてないよな。あ、ワンカウントされてるわ、これで。もうあと1個、気合いでもあと1個、ここだけ。もうほら、横にも下にも、ここラスト。気合いでもラスト、もうクリアする、もうクリアする。クリアまで行く。決めた、もうクリアまで行く。もうクリア近い。クリアまで行く。クリア近いです。え、じゃ、なんか強いさ、色譜とか、使ってない色譜とか使おうよ。もったいない。貧乏症出てる。貧乏症出てるわ。もったいないから使おう。この、不動爆も使いたいし、この、なんか、霊柱も使いたいしな。まずこの、上とあや。これ使おう。使ってみないとわからんからな。こっちは。入れる、入れる。なんかすんごい音する。セーブアイテム、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ敵いる、わかる、敵いる、わかる。何、すごい音鳴ってますけど。はい。手。え？マジ強っ！一撃じゃん。前マジで強いんだけどマジで強い。あ、でもまあ敵を連れてっちゃうからね、あの呪霊操術風に変えるやつをやったりとか、あとはアイテムドロップしたりとか、そういうことはないんでしょうけども、囲まれた時とかこれで一気に全員一撃必殺できるね。奈落に連れ込んでった2体同時に。天長7年経つ、蚕の社園に天長7年経つ。ご神体として蚕を祀る初代庭に2つの桑の実を植え、その2本を神木と定め末永く祀る。これを取り仕切るは代々創始のものとする。特に神主となるものは何これ、籠屋と名乗るべし。はい、もう1個あるよアイテム。ちょっと強すぎじゃないこれ。ゲームバランス崩壊したな今強すぎてじゃあこの霊柱も使いたいな。霊柱とさ、こっちはもう飛びつばみにしよう。囲まれたら次不動爆でもいいかもね。こっち右は、右はいけないか。じゃあこっ
こちらはもうこんなもんか。下降りていいと思う。よっよっはっ。回復して。そんな食らってたか。多分スタミナの概念もね、 HP と同じなんだよね。すごいすごい、なんか脳に直接語りかけてきた。何者だ。日頃の手入れの甲斐もあって、勝負は綺麗な花を咲かせている。ここ入れます？あ、入れる入れる入れる、全然入れる。うつきの住居。ただいま。え、あ、ここ上がれ、この段差上がれないの。そう、乗り越えるっていうね、概念がなかったからね、平安時代って。見かけぬ双子がおった。誰だ。俺の脳に直接語りかけてくるやつは誰だ。回復薬、セーブのアイテム。なんか回復薬とかセーブのアイテムとかそういうのばっかりゲットできますね。なんだろう、嫌な予感がするぜ。基盤に貼り付けられるようにしてガキが息絶えている。一体誰がこんなことを。なんかあるよ。え、拾えない拾えない。あ、こっちから。何模様の肉、これごめん全然読めないわ。マリ模様。9月3日、父様のくださったスゴロクというので遊ぶのがとても楽しい。あ、多分これ主人公のうつきの日記か。明日はきっと姉様に勝ちたい。スゴロクの駒がなくなってしもうた。探しても探しても見つからない。明日は姉様も探してくれる、きっと見つかる。9月6日姉様も一緒に探してくれたが見つからぬ。父様に言ったら諦めるようにと言った。父様は意地悪だ。もう神様に頼むよりない。クワノキ様、クワノキ様、どうか駒を見つけてください。9月10日見つからぬ。クワノキ様は意地悪だ。何者かと争った跡がある。誰か言ったよね、陰陽師が。こっちに巨大な眉がある。眉は割れているようだ。3個もセーブアイテムが。いや、もうええ加減セーブせよってことなんかな。ええ加減セーブせよって、そういうことなんでしょうかね。あれ、なんか声聞こえない。あ、こっち。バカバカ。何しとんお前ら。開かないか。まあいい、あいつらは無視だ。柵越しじゃこっちからも手が出せない。すごい声近いな。怖い怖い怖い。うつきの住居前ってことは外に出たってことだね。うつきの住居を外に出ました。ちなみにこっちは行けます？あ、ここ通れない。え、全然こう通れそうな感じで見せて通れないのよ。そういうとこ結構あるから、このゲーム。かな。これは、はっ。
よっさ。暗くて全然見えないんだけど、こっちか。ここだってさ、地図も持ってないよね。もう地図持ってないって言っても、こいつん家でしょ。こいつん家だよね。地図なくてもなんか即席の地図作れるよね、普通。まあいい。まあいい。言わないでおこう。本殿です。なんかあるか？開くの？スタ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 。怖いわ。お、火影の神刀、毛量をたやすく滅する力を持つ。これ装備するしかありませんね。かっこいい。え、ちょっと振ってみたいな。さっきまで氷の担当だと振った時にね、氷のエフェクトが出ましたけど、炎エフェクト、かっこいい。袖燃えそうだね、こんな。袖燃えそう。しかしまずはこっちか。担当の威力はまあ大体想像つくけど、色符は使ってみないと分かんないからな。これはドーマンの書1。ドーマンが書き記した書簡。神社に祀られている蚕について長く調べてきたが、やはりあれは広く世にある普通の蚕とは全く別のものだ。この神社の蚕の親は2本の桑の木、つまりあやつらだ。桑についている実こそがあやつらの卵なのだ。そこより生まれ入れた蚕は魔性のもの、死人をも蘇らせる呪力を持つ。死人を蘇らせる。そういえば聞こえはいいかもしれぬが、あやづらは人の亡骸を食い物にしておるに過ぎぬ。だがその呪われた秘術こそ、このわしにはふさわしいというもの。くど生きておる肉と肉がつづらの内で交わり合ったとき、呪法は成就する。朝廷の犬よ、この呪法が完成したときこそが貴様が我が足元に屈するときよ。誰かいる、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 セーブしてないよ、だって。セーブしてないからね、これ。ここでやり合うのきつくないか。誰？話していい？殺してくれ！何？まあ、確かに急に女の人が大声上げたら上がるか。確かにああなるか。お、飛びツバメ、傀儡女も。アイテムは一通りもらったかな。あ、こっちから行けないんだ。あ、こっちから行けないのか。すごっ。今のはやばかったな。確かにあんな大きい声出されたらな、男の人来るかもしんないから誤解される前に逃げるのが吉か。担当かっこいいね。さて、何かを召したい気分よ。ちなみにここって開けられます？ 7 は開けらんねえのかな。7持ってないもんね。8は持ってるけど7は持ってない。こっち開く？カンヌキャンかかっているようだ。となればやはりうつきの家、自分の家に戻るしかないか。さっきの人じゃん。そんなもう叫ばないから追いかけよう、さっきの人。
さっきの黄色い人いたね。こっちに走ってた黄色い人。あれ黄色い人。ちなみにこれってこっち右側はいけないか。あーこっちも抜かりなく進路塞がれています。向こうはこっちもいけない。やっぱ家の方に戻るしかないか。ガキ2体が、ね、格子というか窓から見てたから、もう一回行ってみたらまた変わるかもしれないな。ガキ2体が放たれているかもしれない。ん、何の音？ゴーッと鳴っておりますが、こっち？ここにいたんだよね。ここにいたけども、何の音だろうこれ。ゴーッと鳴ってんのは。こっちかな。一回外出る。一回外。あ。ちゃっかり今後戻りできなくなったんじゃない？ねえ。ああもう後戻りできません。行くしかない。扉。こっちは納屋。ああ外に出るのか。え、全然わかんない。分かんない。あっち。あっあいつビビってんな。あっちちょっと遮蔽物使ってあいつ腰抜かしてる俺を見て。追尾してる。行け、やってこい。強いな結構。クソやられたか。あそこにいますよ、あそこにいます。やるか。どうしてくれようかな。いいね、このままなんかせこい戦い方しても良さそうだけど、どうしよう。なんか式符2体出ししたいな。せっかく病人もいるしな。病人とこの霊柱出すか。病人こっから出して。あっち避けたつもりが。ついて。ちょっとすごい強いな。威力は高いわ。やれ。二人でやれ。霊柱これなんなん。霊柱全然動かなくない。霊柱全然動かなくない？霊柱出したところから全然動かなくない？あ、毛量引き寄せるんだ。あ、ごめん全然読んでなかった。
全然読んでなかった。おとりなんだこいつ、ただの。傀儡女と病人が一番強いか。いいぞやれ、二人で殴れ、二人で殴れ。傀儡女いけ。病院行け。いいぞいいぞいいぞ。お、やったか。血で覆われた布を見つけました。ナナのやつね。あ、なんだ、ここにこの辺の地図もあったんだ。病人、おい病人、ラス1の病人出したけどさ、これかわいそうだけど出し損ですねこれは。病人とか偉い女。いや、よかったよかった、面白かった。ちょっと歩くか、お前が死ぬ時まで。ありがとうな病人。ありがとう、楽しかったよ。いいね、自分の手は汚さねえ、それが一番クールさ。ここ入れる、うつきの住居。敵おるな、敵おるんならまあ普通に戦っていいか。どこにいる、見えないな。何これ、式符、何これ、マリ、艶やかに輝くマリを呼び出す式符、毛量に触れると雷電とともに弾け。面白そうな。ちょっとやること増えましたね。またクレハの日記、おびただしい血にまみれている。5月12日、崖から落ちた時死ぬのだと思ったけれど、目覚めた時は傷一つなかった。起きた時つづらの中にいたのを不思議に思い、うつきに尋ねたけれど、ただ泣きじゃくるばかり。本当に可愛い子、ああ生きていてよかった。10月3日、最近何やら少し体が重く感じる。うつきがしきりに体の具合を尋ねてくる。悟られないようにせねば。10月23日、体のあちこちが怪しげな色に変わり始めた。きっとこの実は腐っているのだ。恐ろしい病にかかってしまったのだ。どの本を調べてもこの病のことは載っていない。うつきが日に幾度も体のことを聞いてくる。煩わしい。10月25日、昨日不思議な双子に会った。いつの間にか枕元に立っており、蚕と共につづらで一晩寝るようにと言っていた。夢かとも思ったが、すがるような思いでその通りにしたら体が元通りになっていた。あの双子はきっと桑の貴様だったのだ。11月5日、しばらく構ってやれなかったので、今日は一日うつきと遊んだ。久しぶりにはしゃいだせいだろうか、夜になっても体がほてったままだ。3月4日、きっと大丈夫だ、双子はまた繭に入れば治ると言った。今度は蚕ではなくネズミがいいということなので、うつきが寝ているうちに探そうと思う。早くしなければ腕が腐れ落ちてしまう、あるいは足かもしれぬ。うつきの柔らかな腕が、足が、首筋が恨めしい。7月4日、思い切って双子のことを父様に打ち明けると、蚕で死人を蘇らせる秘術のことを教えてくれた。一度治っても時が経つと体が腐れてしまうので、また繭に入り直さねばならぬとのことだった。貝を重ねるごとにより大きな餌がいるそうだ。9度繭に入れば大丈夫と聞いたので安心した。4月27日、すずらで目覚めた時に気づいた。うつきだ、うつきが崖上から突き落としたのだ。腐れかけた体で苦しむ私を前に、やれ花勝負が、やれ歌がなどとふざけおって、ああ、あの白くて柔らかな体が私のものならば。そうだから、ああするよりほかなかった。え、
何？怖っ。なんか今通ったね。それまたこれめまいモードじゃん。何？なんか今通ったよね、そっちにね。セーブしたい。そろそろ怖いわ。こっち行ったよな。ここに出るんだ。ここに出る。まあ、7。本殿の方から7で出て桑の木の方に行くか。そうしてみよう。何こいつ、多重人格？それかもう乗っ取られてんのか。取り憑かれた？お化けに。怖いね。いやでもこの移動しながら酒飲むのがいいわ。一番いい。この辺走って大丈夫だよね。この辺は大丈夫。よし、7で開けましょう。こちら。ここが開く。行くぜ。回顧の社入り口。すでに出しておく。足音が聞こえるからな。おい。よーし、なんか落とせ。何も落とさねえのか。こっち。さあ早く駆け抜けて。階段が長い。一段一段降りる人です、これ。ここでセーブできるじゃないの。データを保存しますか。はい。じゃあここにセーブするよ。よし、一安心だ。さあ行こう。こっちは何もないか。こっちは何もないです。じゃあこの画面切り替わった時の操作がね、すごい難しいの。こっち、ここを出ると回顧の社、桑の下。ようやっと目覚めよった。え、一人死んでる。桑の木へ行くがよい。双子一人倒れてる。さあ桑の木へ。あ、はい。桑の木。さあね、そっちだね。あれが桑の木様なのか。あ、こっち行けない。下の方行けない。階段の方行けない。桑の木。え、お姉やんが見える。幻？木が燃えてる。
という状況。これあの日、うつきは私を殺した。そう。ここから突き落として。海湖の社崖の下。なるほど、まあ大体分かったけど、あれか、だいぶ誤解がだいぶ誤解されて突き落としたわけじゃないしな、あれか、縄ばしごを離してしまった感じか。えんで、え、今紐なしバンジーしたってこと？紐なしバンジーした上で今こう立って歩いてるってこと？でも血の跡があるな。紐なしバンジー、あ、いや、ダメージは負ってない。紐なしバンジーはしていなかったということか。血の跡がなんかこっちに続いてますね。あ、こっちにも縄ばしごが落ちてるけども、岩戸の方か。岩戸の方行くか。そこ、これが小さな祠、こっちの後ろ行けますね。眉の道だ、もう眉の道だ。もうセーブできる、セーブしよっか、セーブしよう、セーブしよう、そしたらセーブしよう。ここにセーブしよう。ここにセーブして、これマップはないのか。マップはないよね。マップ持ってないもんね。ここのマップあると強いんだけどな。はい、この社の地図で、キーアイテムもう一個もう一個だ。頑張れ。あ、アイテムが、くさび、鉄のくさびとセーブアイテムと飛びツバメか。ここはもろそうに見える。なるほど。え、まさかここにくさび打ってでもくさび2個あるからね、もう1箇所使うんでしょう。さあ参りましょう。向けだ、そっちだ。クモ何もしねえで行ったわ。倒した。接
近戦に切り替えようかと思った矢先、倒してしまったようです。何ここ、何のスペース。体力はちょっと食らっ、多分ダッシュしたからなのかな。こっちはなんかある、傀儡女、使えということか、傀儡女を。傀儡女なかなかの強武器ではあるが、こっちはなんかさっきも来た気がするんだよな。ここつづら、はい、つづらの中に何か入ってる、回復薬だ。なんか壁になんかついてない、壁に人が張り付いてないこの今覗いてるすずらのすぐ上に人がなんか壁に張り付いてる何してらっしゃるんですか どっちこれ全然わかんない、道が全然わかんねえ。これって戻ってるよね、戻ってるよね。ごめんなさい、ごめん、全然道が見えない。地図くれ、地図を。こっちか。だったらもうさ、傀儡女結構あると思うんだよね。あー、上、待って、これもマリか、これも面白す。うわ、くそー面白えまずこれか、上戸がめっちゃ使えるからな。よーし、いける、無限の間。あ、やばい、もう使っちゃった。間違えちゃった使い方間違えちゃった。なるほど、一歩前に出て設置して一歩下がればいいんだそうだね、一歩前に出て使って一歩下がればよかったのよ今のバカね今のも分かったもん、なんか あれって思ったもん、出した瞬間に、ああ、これは違うなと。これは間違った使い方なんでしょうねと。待って、この血の匂いで引きつける、こいつらでもよくない、こいつら餌にしようよ。死ぬ助けてくれ助けてくれ。強かったわ。てか初期位置に戻ってくれよ、扉開けた瞬間にもう挟まれてたよ、しかもなくなったし霊柱使って多分一瞬で消された出た瞬間消えた。いるな、こっちですか。
通れそうもない。閉じられています。ここは赤い水が満たされ、その上にいくつもの片白船がここに流れ着いていた。汚れを払うために流したものがここに集まってきているようだ。あれ？うかつに殺されてしまったよ。ここでな。ここでな。何？くそ。一旦回復。これか。つまりここか。つまりここに。いけるいけるいける。突破できる。進むのだ。ここは？どっち向いて、どっちから来た？こう進んでいいのか？橋をかけますか。はい。またできそこない。されどそなたはもうじきようよう生まれる。新しき命が生まれる。怖い。これは白い糸が、あ、何もアイテムとかないか。お前何者だ。そなたは我らが愛しの。あ、もうずっともう一匹も連れてるしな。もう一体もずっとこう引きずって連れてってんだ。奇妙な生き物がうごめいている。開けてもな。白い糸が残っている。糸で張り付いているせいか蓋を開くことはできない。じゃあここ何も用ないってこと？お、いける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 。ガウ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 。前の道。いけるか。突破できるか。この俺に。よし。いけいけ、やれやれやれ、やってこいやってこい。ほらほら。来い来い来い。こっちに来い、こっちに来い。もったいな。こっち来い、こっち来い。なあこいつ、やる気ないな。多段ヒットする。よし、やった。やれるやれる。この距離からやれる。倒した。あ、こいつは多分自分の式譜にできるんだね。これも開かないやつか。ただこいつ放っとくと生き返ると思うんだよね、こういうタイプは。スズラが横倒しになってる。まだ新しい。生き返った。
光の封印。よっ、これで完全に倒したわけか。足音聞こえる。通れそうもない。ここは入れるのかい。まず武器がこのままでは貧弱すぎやしないかい。こうかな。ここは一体、いや、もうなんか壁の右側がモヤモヤしてる。棚には、まず、よし、危うい。これは回復薬、ありがとう。セーブアイテム、セーブポイントが、セーブポイントが問題よな。セーブポイントに巡り合いたい。こっちの建物は？ほうほう。あ、結構ある。これ何これ？調べらんないのか。これは？真新しい書物が広げられている。あ、ゴーノチヌの、これ欲しいね。ドーマンの書。マユと死人について。やはりマユに苦度入っても死人は蘇らぬ。苦度マユに入ったものはあやつらの子として、桑の実として生まれ変わる。あれはもとより人ではなく、解雇のための呪法。それをたまたまわしが利用しておるに過ぎぬ。クレハのことはまあやむを得ぬか。愚かな弟子どもにしても我が呪法の糧となったならば満足であろう。なんてことを。苦を繰り返せば、桑の実。生き返るんじゃないのか。治らぬ。ずいぶん交わりが進んだようだな。父様、苦を、つづらに入れば治ると。そうあなたは。なんてやつだ。その身、交わりを求めうずいておろう。抗わず受け入れるがよい。ああ、お前は打つ気に殺されたと思い違いをしておるようだが、お前を殺し、眉のうちに入れたのはな、桑の木の双子よ。ただ一人の妹、信じてやらず何とする。なんてこった。なるほど、ここで、なるほど、姉さんは真実をたわけか。真実知ったはいいがな。こっからどうするよ。こっからどうするよ。姉やん。姉やんどうするよ。ここを通れる。お。人形の手足とおぼしきものが。帰らよ女。いいね。そっちにもアイテムが。それかな。シワだらけの書きつけ。ドーマンの記した書きつけ。乱雑に書き殴られている。クレハの交わりももう随分と進んだ時期。苦音の呪法は成就する。この時待ちわびたぞ。生命よ、さあ早くわしのもとへ来るがいい。もはやこの胸のたぎり抑えられぬわ。
どうまんちゅうのはあれやね、お父さんのことやね。で途中ゴーの血布で開けそうなところも一箇所ありましたね。あそこ行くか、ゴーの血布、そっちにあったよね。途中敵は倒してる、ゴーの血布、ここか。回復してるよね。本堂地下行けるのか。この向き進みづらい、非常に。開いてる、いるいるいる、ずっと連れてんの怖いわ。ずっとうつ伏せのやつ連れてんの怖いわ。え、なになになに、なんか勝手に動いて、勝手に動いちゃった、勝手に動いちゃった。今何も触ってないよ。勝手に動いてる、勝手に動いてる、勝手に動いてる、勝手に歩いてる。どこにどこにどこに、勝手に歩いてる、勝手にフラフラ歩いてる。あ、もうこっちのコントロール効かないんだけど。え、コントロール効かないよ。誰かと交わらねば。うつき、うつき、無事だったか。この場所は行けない。そなたの姉はもう…うつき…助けて…お願い…やめてくれ、うつき。保存、じゃあ保存しますね。じゃあ保存しますね。新しい書を遊ぶときは開始で遊ぶ書を選択し、終わり。これで陰の書終わりのようです。